メインは今日木村さんのシーティングの、メディアファイターと思って若干不使用で使う方もいらっしゃると思うんで、我々お呼びいただいたりとか有限会社サンデンと申しまして、主にトランスファーのことを専門的にやっている会社で、その中でも天井ソフトリフトだとかといった、人が人を抱えるのをやりましょうというのを理念としてやっている会社です。で、見たことあると思うんですけど、リクワソンコーリフトを変えるのも、よく一番ご覧になるものだと思うんですけど、これとこの天井ソフトリフトを見た時にどういったものも最近目にすることがあるかと思います。で、今日もお持ちしたのがですね、その両方の、特徴を有したね、なかなか目にすることがないと思うので、こちらで説明します。天井走行リフトとか床走行リフトの違いを使っていくものかどうかっていただけると思います。で、こういった組み立て据え置き型の天井走行リフトって組んでそこに置いてしまったら動かせないのがセオリーなんですけど、一応もうホワイトボードみたいな感じですね。4輪キャスターが付いてまして、使いたいところに持っていって使うことができます。ですから、居室で使った後に脱衣室で使いたいなと、お風呂の時間なんてそこに持って行って使いたいなっていう時に行っています。ただこのままですね、出入り口っていうのは高さがあるので出ないので、これが上下、ガスランパーでします。いいですか？はい。せーの。こういう形で、小さくすることができるんで、で、この幅っていうのはこのレールの長さで、設定できます。一番使い勝手がいいのはですね、2メーターぐらいにしておくとベッドが持ち運べるエレベーターとかで、使えるので、別のフロアに持っていって使えるということもできるという、モバイルと、天井相当型を融合した機種になっています。やっぱ興味があれば言っていただければいいかな。はい。ちなみにあれですか、レンタルとかで出せるような準備とか、体操とか。介護保険のレンタルっていうのは基本的に在宅メインなんで、なかなか在宅でこれを要望されることがないんで、今現状で言えば対策を取ってないです。今日はとりあえず車椅子に移乗するっていうところに着目して、実際にやってみようと思います。で、まずは今までの流れ通り、とりあえずベッド上に座ってもらって、そこから車椅子に移乗するっていうのを今やった物理的なところをこう考えながらやってください。でその後にじゃあ、省エネにやるにはどうしたらいいのか、リフトを使ったらどういったところが省エネになるのかっていうところを考えて比較して、自分たちでもう一回、落とし込みをですねできればいいなというふうに思います。ということでこっちに1台から今この状態から、この状態は寝てる姿勢よりかは安定してないですね。寝てる姿勢よりかは安定してない姿勢です。で、この状態からじゃあお尻を動かしていこうとすると、このお尻の支持基底面はどっか別のところに動かさないと、このお尻のところの重さは別のところに動かしていかないと、お尻は当たり前のように動かないですね。介護方法をお伝えするじゃないですからね。介護方法をお伝えするじゃないです。お尻のお尻、ここに今乗ってるお尻、例えばこれがこうちょっとこうグーッとお尻こう倒して、こんな姿勢になってると次に行く準備はちょっとできてないのかもしれないですね。さっきのお話だと。いいじゃん。しっかりと骨盤が起きて前かがみになれる姿勢が取れてた方が立ち上がりには適してるんじゃないかなっていう話をしてたグループが、さっきは多かったんじゃないのかなと思います。で、前の方にずっと重心を移していくと、だんだんこう前の方に乗っかっていくと、今度はお尻が浮いてきますね。お尻が浮いてきます。前の方にお尻が落ちちゃう人っていうことではなくて、このまま膝の上に体重を乗せるとお尻が浮きます。グーッとですね。この状態はさっきお尻がここについている状態よりも明らかに不安定ですね。明らかに不安定ってなると、さっきなんかどっかのグループで言ってましたね、なんかもう一つ支持基底面こっちに作ったらいいんじゃなかろうかってお話ししてたグループがおったですね。はい、はい、いいですよ、肘もついてもらって、はい、うん、お尻のところ肘曲げた方が行きやすいですか、うん、こっちの方が安定してますね。この姿勢がいいですよって話じゃないですからね。この姿勢がいいじゃないですよって話。ここで私の手がないと、要はここだけで今支えているので物体としては安定してません。物体として安定した姿勢を取りましょう。
そして次のところに移って、またあごめんなさい大丈夫ですか、体を戻していくというふうにこう一つ一つのとこ一つ一つのその姿勢の要素を物理的に見て、これは今安定しているのか安定してないのか、転がしやすいのか持ち上げているのかっていうのをこう考えていきます。もう一回戻ってもらっていいですか。で、ボール転がす転がさないっていうのも、こうやってこう前の方に動かしていくっていうのはボール転がしていく動きと一緒です。このままこうやってこう持ち上げるのがボール持ち上げているのと同じ動きですね。でここら辺のを踏まえてもう一遍考えながら車椅子の方に移動してみましょうかね。いいですか。こっちですね、はい、持ち上げるとか転がすとか倒すとか起きるとかいろんなその物理的な動作の中で、誰かが要は力を加えるんですよね。それに対してその物体に対して誰かが力を加えるんですけど、それが極力自分じゃない方が楽ですよね。言ってる意味わかります。相手が極力やってくれた方が楽です。まあ、極端な話、はい移動してって言って移動してくれるのが一番楽ちん。もう排除してで異常できないからいろんなこう 手なり足なりいろんなことを使ってやるんですけど、どっかで私が手伝ってしまうと私が持ち上げてしまう、私が押す、それがこうなるべくこう減っていくようにした方が本人の力も使うし社会復帰もできていくんじゃないのかなっていうふうに思います。無理やりこう頑張りさせるっていう話じゃないんですけどね。なんで、そんなことも考えながらやると、今俺ちょっと結構使ってるな自分の力とかですね、こう考えながらやるとまたちょっと目線も変わってくるかもしれないです。涼しい顔でやってもらったらいいかもしれないですね。なんだっていいんですよ、はい、その時にこう固定観念でこうですね、こうしなきゃああしなきゃってなるとどうしてもこう過干渉してしまったりとか、やっぱり本質を見失ってしまうんで、あんまりハーハーならないようにやってもらって大丈夫です。そう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 、うん、前に出したら勝手に押しだ、お尻が上がるためにはじゃあどこがどういう風なバランスになってどういうところが難しくて、でどこで支えてあげててとか、足入れて足入れてこうやって、はいはい肩持ってくださいとか言ってこう持って、このままズボン持ってこうやってこう持ち上げていくんですよね。この時に周りから見てもらって、相手の体はどんな風に動いてて、どこに重さが乗ってて、どこの支持基底面を誰が支えててっていうところをしっかり理解してみんなでシェアしてください。でその上で、あごめんなさい、実際リフトスリングシート使ったらそれをどこがどういう風に補ってくれてるのか、自分の腰とか体の負担がどれぐらい少なく済むのかっていうところをしっかりみんなでフィードバック取り合っていきましょう。多くの方がこう少し前の方に体持ってた方が良かったねっていう話をしてたと思います。いっぺんだから、ね、少しこう前の方に来てもらうようにするです、ね、しっかり骨盤を起こしてください、前の方に起きてみましょうかっつって、しっかり骨盤を起こしてもらうとですね、ここまでしっかり少し押し切りましょう。しっかり骨盤を起こします、ね、骨盤を起こして今こう自分で頑張って支えてもらっとるわけですね。でベルトがあった入れますね。で体を起こします。こう最初の姿勢よりも自分でも多分ちょっと腰起きてるなみたいな意識はあると思うんですよね。この時にその例えばさっき誰か言われた声かけなんかもやっぱり大事です。もうちょっと腰起こすの頑張りましょうねとか、姿勢ちょっと整えておきましょうねって言うだけでちょっと頑張れたりとかするかもしれないです。よいしょ、大丈夫ですか。ちょっとちっちゃいですもんね。ここでこう釣ってみましょう
こう全く声かけしないで釣りますけどね。腕あの適当にこう入れてもらっていいですよ。さっきと比べてどうですか。さっきと比べてまず骨盤がなんか起きてるというか、うん、まあ腹圧が常にかかったまんまっていうのが一番感じます、うん、でこれもあのどっちがいいどっちが悪いというよりかはあの準備をしてやればそういう準備をした姿勢になるっていうところで、まあ、最初その話したようにその、ただこうはめてねハウツーでこう釣っていけばいいよというのももちろんそうなんですけれども、あのどういう姿勢で釣ったらどういうふうになる、どういうふうにやったら次の姿勢にどういうふうにつながるっていうところをこう意識しながらやっていくと、またこうワンステップツーステップですね、いろいろこう展開が出てくるんじゃないのかなと思います。なんかこう差を感じるのもですねすごいいいことだと思います。さっきのやつはさっきのやつでね、あんまり骨盤を起こしたくないって人もね、もちろんおるかもしれないしですね、全然いいわけなんですよ。なんかいつの間にか人が集まっちゃったけど、ちょっと結構いい時間になってきたのでフィードバックにしますけれども、実際どうですか、こっちでやった人たちも最初のこうよいしょでやったのと比べるとどんなでした、なんか違いました。最後ちょっと向こうであのまとめに入りたいと思います。もう一回戻ってもらっていいですかね。はい、お願いします。